ナイキはあれでしょ、 2K のもじりでしょ。アテナの持ってる盾じゃなくて小さな勝利の女神の方、陸上競技に勝つってイメージじゃない。さすがブランド品とか大好きな青子さん、どうでもいい知識だけはそれなりっすね。アディダスは？もしかしてアディオスのもじりっすか？あれは普通に名前じゃなかったっけ？ほら、グリム童話みたいに作った兄弟の名前がそのままブランド名になっちゃったのよ。ブラザーグリムは童話を作ったわけじゃないわ。埋もれていた口伝を収集して物語に仕立て直して丁寧に編纂した人たちよ。職人というより学者の類ね。まあ多少は詐欺しめいたところもあるけれど。へえ、じゃあアンデルセンは？人魚姫とか親指姫とか超メジャーだけど。あと醜いアヒルの子。自分裸の王様とかたまんないっす。シンパシー感じるっすよ、あのクリスタルキングに。アンデルセンは学者というより作家でしょうね。彼の創作意欲は裕福層や大衆、平凡な幸福を得ている人々、果ては女性像への憤りから生まれたものだと言われているし、知的好奇心から筆を取ったのではなく感情を訴えるために筆を取った人。あまりこういう説明はしたくないのだけれど、それぞれ分けて説明するなら、マザーグースは歌、ブラザーグリムは物語、アンデルセンは偶話ね。ミツバチマッチはアニメっすね。ところで青子さん、アシックスの由来は何すか？これは私も小学校の頃友達に聞いたものなんで真偽はわからないんだけど、アシックスってもともと3つの会社が合併してできた会社なのよ。で、3社の社長が集まると足が6本になるじゃない？だから足、シックス。あくまで俗説だけどね。あの子の笑いのツボもわかんないわね。それはどうすかね。あんまりにもつまんなかったから怒ってるのかもしれないっす。だってアリスさん、怒り浸透しても笑顔になるんすよ。自分たまに見るっす。アリスさんの日記を盗み見てると後ろでそういう顔してるっす。それ以上見ると死ぬわよって。でも勘弁してほしいっす。見ちゃうものは見ちゃうっすよ。自分から素行調査を取ったらもう帰巣本能しか残らない気もするっす。ただいま。お、今日は二人ともいるんだな。おかえり、お疲れ様。夕食は済ませてきたからいらないよ。じゃあ夜のバイトに備えてちょっと寝てくる。おーい、なんか落ちたわよ。ああ、ポケットに入れっぱなしだった。
ん？どうした青崎。どうしたって、その…なんでもない。あ、そうよね。普通にアルバイトの給料日よね。にしても、結構もらってんのね、あんた。その人が言うには、人と会うたびに小さな親切を尽くしてあげるべきだ、と。そうして一日が終わったら、その親切が何をもたらしたか、よく噛み締めなさいって。たった一回の言葉だけの親切でも、相手にとっては大きな意味があるんだそうだ。それが思いもよらない幸福を運んでくる。うは、だから自分にビーフジャーキーくれたすか？でもそれ、親切じゃなくて、袖の下っていう伝統芸能じゃないっすかね。アンダーハート見え見えっす。まあ、あいつが妙なのはいつものことか。ちょっと総十郎、コート置きっぱなしじゃない。今のコート掛けか、自分の部屋に持って行って。都会の孤独は万人に平等だ。一見して身勝手な暴力じみた押し着せの善意も、長い目で見ればその人のためになる。なるほど、親切の押し付けには一銭もかからないっすからね。ちゃんちゃん人助けするっすよ。うん、ただより高いものはないって言うけどね。はははどっちっすかこのシャバ像。こうも言うんだ。幸福になりたければ、はじめは恨まれてもいいと。やれ金を返せだの詐欺師だの言われても、いずれその人のためになると分かっていれば、心を鬼にできる。人に尽くしている喜びが、後ろめたさとか帳消しにするらしい。それ知ってるっす。でも微妙に違うような。あるいはコートも。貯金のある人はその富を温存するよりも、会社がより豊かになるために使うべきだと。それも知ってるっす。でももう完全に違うような。
信じられるのはお金だけなのかもしれない。だって奥さんも子供もずっと一緒にいてくれるわけじゃない。不幸な事故で先立たれることだってある。でもお金は別だった。お金で幸福は買えないけど、幸福はお金になる。今は人の親切と温かい布団があればそれでいいと、その人は言った。なんか無性にらしくないこと言ってるわね、あいつ。どっちにしろ私には関係ないか。ただいま。はい、お疲れ様。休んでていいわよ。今日は昼からずっとバイトだったんでしょ？夕飯ならこれから作って。なに？ん？どうした青崎、木の実の冗談を聞いた時みたいな顔して。どうしたじゃない！いい加減黙っていられなくなった。いいからそのポケットのもん出しなさい。まあ、これはどうしたの、しずきくん。バイト代だよ。そう、それはいいことだわ。明日はごちそうね。んなわけないでしょ！ちょっと総重郎、そこに正座！どういうことか説明なさい。説明って何をだ？決まってるでしょ、この札束の正体よ。あんた今何やってんの？どう考えても真っ当な職種とは思えないんですけど。真っ当だぞ。この新しいバイトは少なくとも法には触れていないと聞いた。ちゃんとやれば危ない目にも合わない。コンビニエンスストアより割がいいし、俺でも簡単にできるという。バイトなんてあるわけないでしょ。いいから仕事の内容を言いなさい。内容を。あんたどう考えても騙されてるから。ダメだ、いくら青崎でも教えられない。あんまり人に話すことでもない。でも安心してくれ、分類的にはちょっとした人助けと言えるだろう。あと紹介してくれた人とは一度しか会ってないし、支払いは常に現金だ。この田舎バカ、その文脈からして怪しすぎるんだっていうの。
厄介な。なんで青崎は怒ってるんだ？そんなうまい話はないからよ。アリスもそう思うでしょ？そうね。青子の言いたいことはわからないけど、しずきくんはもっとやるべきだと思う。はあ。青崎。いいわよ、もう。よくわかんない理由で話す気ないんでしょ、総十郎は。考えてみれば、あんたなんてただの同居人なわけだし、私があれこれ文句言う筋合いはなかったわ。あいつはどう見ても騙されてるし、最終的にとばっちり食らうのは私だし。そうね。最終的に辞めさせるのは絶対にしても、これまで稼いだお金を捨てるのはもったいないし、仕方ない。ここは絡めてで行くか。もしもし、飛び丸？総十郎がこんなことになってるんだけど、あんたは心当たりない？ほんと。街ってのは人間がいないだけで綺麗なもんだ。そうか。バカらしい。何やってんだか。
年末に親戚筋が集まるのは仕方がねえし。
じいさんも空気読めねえからな、ほんと。そのくせ根回しはうまくねえときた。青崎ぐらいの大胆さで突っ込んでくるんならまだスリルがあるってもんだがな。まあそのあたりは人それぞれか。親父殿には同情するけどな。あのじいさんの息子なんて並の根性じゃ務まらねえ。アリス、僕は今でも思うんだ。一体何がいけなかったのかって。考えられるサービスは全て実現させた。従業員への感謝も来園者への笑顔も忘れたことはない。なのに時代は僕を選ばなかった。それどころか僕の内なる芸術性を否定した。無念だ。死ぬがいい、腐った魚のようなマスコミどもめ。何が悪夢のクリーチャーか。あんな夢にまで見そうなマスコットが他にあるだろうか。やるまい。なのに連中と来たらネズミを二足歩行させれば満足と来た。そもそも犬をペットにする月死類とか冷静に考えたら怖いぞ。動物が動物をペットにするなんてモラルが低いにも程がある。あそこはやはり人間をペットにするべきじゃないんだろうか。
いや、これは失礼。ゆり彦よ、紳士たれ。答えてくれ、アリス。一体僕のキッツイちゃんは何がいけなかったんだ？角よ。角をつけるべきだったのよ。いや、角はいけない。子供たちが怪我をしてしまうからね。僕は傷をつけるなら体ではなく心にしたい。こんにちは。こんな朝っぱらからじくじく公開中かい、時津のじいさん。いつまでも引きずってると死に損なうぜ。さっさと往生して息子たちを安心させてやんな。おや、どこの悪ガキかと思えば豊かの子供か。おはよう、トビー。君も相変わらず早起きだね。俺は朝帰りですよ。お二人みたいに健康的じゃない。そら、クオンジのお嬢さんもおはようさん。こうしてまともに挨拶するのは2年前のパーティー以来か。何にせよ珍しいな。あんたがお付きなしで町に降りてきてるなんてよ。そうでもないわ。この時間の公園は鳥を入れ替えるのにちょうどいいから、一人で散歩によく使うの。ほう、そりゃ驚いた。箱入り娘じゃなかったのか、あんた。ええ、その証拠にあなたがひどい顔で歩いているのを何度か見かけたわ。遊び歩くのは結構だけど、青子に迷惑かけないよう気をつけなさい。ご忠告どうも。肝に銘じておくよ。わかんな。トビー、君はアリスと友人関係だったのか。もしかして二人はステディな関係だとか言うまいな。やめたまえ。言ったら大事になるぞ、トビー。僕は心臓麻痺で急死しかねない。犯人は君であり、凶器はアリスだ。無論死因はこう書いてくれ。そう聞くも無情な恋の病と。クオンジのお嬢さんはどうしてこんなダメ老人と。俺と同じ親父関係の付き合いか。この人とはペンフレンド。分不相応にいいアンティークを持っているから、青子と二人で少しずつ取り上げているの。参ったな。アリスは照れ隠しもチャーミングだ。ところで、僕のことはユーリヒと呼んでくれていいんだよ。トッキー、私、いい絵付けのティーカップを探しているの。1900年代のラム工房のものとか、どうかしら。あるとも。もちろんあるとも。今度あのおっかないお友達と遊びに来る時までに用意しておこう。おいらくの恋って柄かよ。よくもまあ寝台潰さなかったもんだ、突版は。
老人とはなんだ。芸術家にとっての老いとは感性の凍結であり、しかるに我が心の火は絶えていない。僕はまだ暑苦しいくらいに若いんだ。つぼみのような少女と恋を語らう楽しみは残っているさ。この年になるともう世間体とかどうでもよくてね、女の子と話すことだけが人生の意味になるんだぞ。若いのかじいさんなのかどっちなんだよ。おっと、失言失言。最後の方のは聞き流してくれ。僕が言いたいのは、女の子と穏やかな時間を過ごすのは最高ってことさ。トビー、そういうの君も好きだろ。一緒にしないでください。あいにく俺は年上好みですよ。おまけに言うなら、二回り以上も年下の女に欲情する趣味もねえわけで。うん、それはそうだろう。君がやったら犯罪だ。トビーは17歳。その二回り下が何歳になるとか口に出したらいけないよ。ともかく挨拶はしましたから、邪魔者はこれで消えますよ。あとは仲良し同士、気兼ねなくどうぞ。なんだトビー、これも縁だ。ゆっくりしていけばいい。なんなら今から僕の別荘に来るかね。ヘリコを呼ぶよ。楽しいぞ。いや、お気持ちは嬉しいんですけどね。知る人が見ればとんでもなくブルジョアなメンズでしょこれ。今は避けたい気分なんですよ、そういうの。ミックによろしく。そろそろ引退して子供たちと仲直りするよう僕が言っていたと伝えてくれ。はいはい、ぬかに釘だろうけど伝えておきますよ。じゃあな、クオンジさん。また朝に出会うことがあったら、その時は改めて挨拶させてくれ。この電波塔は10年先を見越してのものです。いずれ携帯通信は目まぐるしい進歩を遂げるでしょう。まずはそのモデルケースとして私どもの技術を三崎市に普及させたいのです。いずれは娘も三崎市に住まわせようと思っています。その時はあなたの息子さんともぜひ交友を深めて。親父も舐められてるって気づけよな。親父より先に俺に色目使いやがって。クソヤンキーが。そもそも金髪女の相手なんざ願い下げだぜ。向こうで海兵相手にケツ振ってろってんだ。戻るか。坊ちゃん、お電話です。
もしもし、飛び丸？総十郎がこんなことになってるんだけど、あんた心当たりない？と、まあこういうわけなのよ。すげえな、安心できる要素が一つもねえ。そんなこと言われるまでもなく分かってるわよ。私だって人のアルバイトにケチつけたくないけど、どう考えても普通じゃないでしょ。あんた、あいつから何か聞いてない？悪いな、期待には応えられん。総十郎はバイトに関しては秘密主義だ。任されているからには他言はできない、とかなんとかな。そうなのよね、あいつ他人の事情に関しちゃ缶詰みたいに切りがたいから、ガキが気にされない限り口割らないのよ。ほう、それはそれは、青崎にそこまで言わせるとはね。総十郎も信頼されたもんだ。どういう意味よそれ。タイはね、言葉通りに受け取ってくれ。お前基本的に何にだって怒るだろ。そんな女が学校外で世話を焼くなんて、よっぽど気に入ったのかと思ってな。違うわよ、あいつが問題を起こしたら私たちにまで飛び火するじゃない。こんなの誰がどう見てもただのリスク回避でしょ。なるほど、公務として見過ごせないってわけか。そうよ、悪い？いや悪かねえさ、むしろ尊敬するよ。ほんと鉄の生徒会長だぜ。休日だっていうのに学校の評判を守るためだけに働けるとは。だけってところを妙に強調するじゃない。まあ事実その通りだけど。別に。しかしまあそういうことなら副会長として付き合わなくっちゃな。会長は学校のために総十郎を調査する。俺はそのサポートをしつつ友人として総十郎を気にかけるってことで。じゃあそうと決まれば早速始めますか。青崎のことだから総十郎の勤め先ぐらい突き止めてんだろ。住所どこだよ。それが尾行したんだけどうまく巻かれちゃって、駅前から2丁目方面に曲がっていたのまでは確実なんだけど。2丁目か、あの辺りだとパチンコとゲームセンターぐらいしか思い当たらねえな。一日に何万も稼げる店なんぞねえぞ。そうなのよ、というか知ってたら私が試したい気分だわ。飛び丸、念のために聞くけど、三崎町にあるお金の稼げる遊び場ってパチンコだけよね。あ、親父の話じゃ風営法に引っかかる賭場はねえとさ。三崎町の顔役は話のわかるおっさんで、クリーンな国道を目指してるらしい。パチンコ経営だけで満足してるって話だ。うん、それは知ってる。一応確認しただけ。でもそうなるとますます謎ね。ギャンブル以外でお金を売買にしていく仕事なんてちょっと思い当たらないんだけど。ああ、体でも売ってるとしか思えない羽振りの良さだ。一晩いくらみたいな。
絵画のモデルとかバイト代は高いと聞くぜ。あ、うん、割はいいって言うよね。美大生ってお金持ちだし。そうよね、それぐらいなら別に。まあヌードなのは当然だが。結局裸じゃない。明日もう一度総十郎を尾行するしかないわね。二人がかりなら見失うこともないだろうし。そうだな、他に手がかりもねえし、明日にするか。総十郎の羽振りがいいだけじゃどうしようも。ん？羽振りがいい。どうしたの、飛び丸。何か思い出した？ああ、ちょっとな。そういえば、最近妙に羽振りのいいバカが一人いたなって。そいつ、三日ぐらい前から金に明かして合コンし放題って話なんだが、頭の痛いことに、総十郎と同じクラスのバカなんだよ、これが。あいつね。チャリース。お呼びとあらば補習だろうと即サボり、遊びのお誘いだけは断らない木の実くんです。ああ、補習中呼び出して悪かったな。別に悪くないぜ。補習を口実にバイトをサボってみたものの、やっぱり補習もかったるかったんで、出席だけ取って保健室で寝てただけだし。でちょうど暇してたところに殿下からコールだろ。合流できると飛んできたわけさ。そうか、てっきり外で遊び歩いてると思ったが、助かったぜ。お前、連日ゲームセンターに入り浸りだって聞いてたからよ。ああ、あれね。ちょうど昨日ですっからかんよ。ゲーセンでおごりまくるのは気持ちいいけど、後に残るのは虚しさばかりだよな。他校のヤンキーどもと仲良くなっても嬉しくねえっつうが、女っ気皆無というか。なんで女の子はゲーセン嫌がるかね。まっ、それも過去の話だけどね。所詮ポット湧いたあぶくぜに使っちまった金の話をしてもしょうがねえ。俺たちは明るく今の話をしよう。そうだろう、リッチな飛び丸くん。その有り余る財力で今日は僕をどこに連れて行ってくれるんだい。ああ、その前にこちらの御仁がお前に話があるってよ。え？こんにちは、木の実くん。そのあぶく銭の話を聞かせてもらえるかしら。あの、僕勉強したいんで戻っていいでしょうか。もちろん、洗いざらい質問に答え終わったら戻っていいわよ。こっちも時間が惜しいから、スムーズな自白を期待するわ。それで、あぶく銭って何の話？あなたの月々のバイト料は2万円前後よね。その金額で3日近くも王様の真似事は難しいと思うのだけど。なんだよ、会長には関係ないだろう。そもそも自白って何ですか？いきなり犯人扱いとか、いくらなんでも横暴じゃねえの？つうか何の事件これ。まだ事件かどうかは何とも。最近お金の回りがいい生徒がいると聞いて調べ始めたばかりだから。毎日何万円ももらえる仕事なんて
学生には目の毒だし、そういったアルバイトは学校側に報告されてないしね。生徒会として危ない仕事だったら注意してあげないと。それは初耳だな。最近金回りがいい生徒ね。ま、俺のは違うよ。今まで貯めた貯金をなんとなく使っただけ。クリスマス前だからこう派手に浄財しとこうかなって、役落とし的に。普通クリスマス前は貯金するもんだけどな。ダメよ月次君、デリカシーが足りないわ。残酷な事実は口にしたくはないけど、木の実くんにはイブを過ごす相手がいないってことでしょ。学友としてそこを追求したらかわいそうよ。いるわい。本音ぐらい真剣に同情する方がデリカシーに欠けると思うよ俺は。あら、じゃあイブ用の資金は取ってあるの。当たり前さ、臨時収入と貯金は別。俺通帳親父に握られてるからさ、予定外の入金とかすぐバレて怒られるんだよ。どこで悪さしてきやがったって。部屋も妹がチェックするしさ、隠し場所とかないんだよ。天井裏に隠したエロ本すら見つけられるんだぜ。万札入った封筒とか見つかった日には警察に連れて行かれる。だから速攻使うしかなくってさ。へえ、臨時収入？さっきと話違うみたい。それはほらバイト先のボーナスみたいな。5000円ぐらい上乗せしてもらったの。ほんのちょっと、ちょっとだけだって。事件性とかないって。万札入った封筒について詳しく。うわ、話せば話すほど食い違っていくぜ。なんだこれ、孔明の罠か。会長近い。ほらすごい、なんか寒い。しかもローファーじゃなくてブーツですか。この間合い、封じられた俺の記憶が蘇りそうなんですけど。木の実くん、時間がないって言ったの、もう一度アピールするべきかしら。直接体に。分かった、話す話すってば。もう臨時収入ってのは本当だよ。新しいバイトがあってさ、そこにしずきを紹介したら先輩にボーナスもらったんだよ。何ですって。紹介したらボーナスをもらえるって、それ それがさ、しずきが稼ぎを増やしたいって言うんで、ちょい怪しいバイトを紹介したんだよね。信じられない。そんな怪しい話にクラスメートを放り出しておいて、まだ友人顔するとか。木の実くん、普段何考えて生きてるの。友達でも紹介するでしょ、こういうの。むしろ本当の友情ってこういうものよ。しずきも助かって俺も潤うんだからさ、無償の友情とかもう流行んないですよ。そりゃそうだけど、そういうのはちゃんとケツ持つ覚悟がある時だけ口にするものじゃないの。何それ、めんどくさい。会長、男同士の友情に幻想持ちすぎだってば。基本俺たちみんなバカよ。あなたを見てると本気でそう思えてくるから不思議ね。飛び丸、あんたよくこんなのとつるんでるわね。はいはい、そこまで。説教するならまた後でな、青崎。そいつ素でバカだから、本気で更生させたかったら一日使うぞ。
いや足りますよ。ちゃんと一日で構成できます。僕ただ寝ると忘れちゃうだけで。ほらな、ま、てめえがバカだって自覚している分、気づいてないやつよりは付き合いやすい。この若さで情けは人のためならずを実践してる野郎はそういねえし。納得。確かにあんたと気が合いそうな性格ね。え？いや参ったな。なんだよ二人とも、いくら俺でも照れるじゃんか。今俺のこと褒めてなかった？褒めてねえ。褒めてないわよ。うん、ですよね。この辺りね。木の実くん、そのバイト先ってどこ？あの辺。ちょっとそこの路地裏に入りましょう。で、中はどうなってんの？事務所って言ってたけど、どんな仕事？俺に聞いてんの？やだな、俺が知ってるのはここまでだぜ。俺だって先輩に言われただけで中のことなんて知らないし、総十郎をここまで連れてきたら先輩が紹介料くれただけだし。まいった、ここまで無責任だといっそすがすがしい。ところで木の実くん、西部劇とか見たことある？役に立たない情報提供者の末路とかご存知かしら？いや俺映画って苦手なんだよ。でもセーラー服と機関銃なら見た、主演目当てで。そう、残念ね。夕日のガンマンぐらいは見とけばよかったのに。ま、どうあれ情報提供者は悲惨な死を遂げるんだけど。ちょっ、やる気満々だぜこの女。殿下、こんな教授ほったらかしにしちゃまずいって。首輪とかつけないとさ。って築地？なんだよしけた顔しちゃって。あのビルが何か知ってんの？まずいな。知ってるも何も、あれは最近やってきた詐欺まがいのセールス屋だ。英会話セットの販売と何ら変わらねえ。それ確かなの？飛び丸。ああ、親父の秘書さんから聞いた話だ。間違いない。表向きは新興宗教なんだが、やってることは羽毛布団の販売だとさ。じいさまばあさま相手に質の低い羽毛布団を高額で売りつけているらしい。あの事務所も貸し事務所だ。1ヶ月もこの町で稼いだらあっさりドローンするつもりだろう。間違いなく総十郎は騙されてるな。最高のカモだろ、詐欺師にとっちゃ。よし、潰す。その後木の実は学校の旗のところに吊るす。え、直？今のセリフだと縄じゃなくて首？脊髄にぐっさり？殺人？いや待て青崎、それだと辻褄が合わん。総十郎は大金を持ってたんだよな。それじゃあカモとは呼べねえぞ。そういえばそうだった。木の実くんの発言に気を取られすぎてあの大金のことを忘れてた。あれ？ってことは
まさか。ああ、騙されている側だったら金は減っていく。だが増えてるなら話は別だ。考えたくねえが、総十郎のやつはセールス側に回ってるんじゃないか。信じられない。総十郎が詐欺グループの一員になっているですって。はあ、まさか。しずきに騙されるようなやつはいねえよ。だいたい嘘つけないじゃん。あいつ羽毛布団を売りさばくとか絶対無理だって。だから総十郎自身それが悪質な詐欺だと気づいてないんじゃないか。あいつはあいつで心からいいものだと思って売ってるんだよ。真心の塊で。おお、なるほど。そりゃ納得だ。あの純真さんがお年寄りに大人気ってわけだな。やるじゃん、しずき。今度会ったら俺もお裾分けしてもらった。木の実くんの構成は今後の課題として。どうしよう、飛び丸。もう少し様子を見た方がいいと思う？仮にしずきくんが関わってたら彼にも詐欺罪が適用される？まだ未成年だけど。あくまで従業員だから実刑はかからねえとは思うが、敵さんはあれで食ってる連中だからな。総十郎が雇われた時の契約書の内容次第だ。そう、そうよね。下手したら総十郎自身もう入会してるかもしれない。入会していたら脱会は難しいな。あいつ本人にその気がなくともハンコの力は絶大だ。それで青崎、どこまでやる気だ？営業停止は最低ライン。進行は自由だって言うならよその土地でやってもらうまでよ。だろうな。そんな顔してるぜお前さん。で総十郎はどうする？とりあえず辞めさせるか？当然けど、もう彼だけの問題じゃないわ。そもそもうちの生徒を雇おうとした時点で私たちの問題よ。しずき君とは関係なしで、あの事務所潰すから。いいけどな。厄介だぞあの手の連中は。サラ金と同じで法律上は何の問題もねえ。警察じゃせいぜい厳重注意レベル。下手に商売の邪魔をすれば損害賠償と言い出しかねえ。ついてはことを何とやらだ。分かってる。まずは会社の概要と社長の素性、構成員の数を調べながら被害者の洗い出し。どうした青崎？待て、落ち着け青崎。気持ちはわかるがあいつに悪気はだな。ああもう、なんか無性に頭きた。飛び丸、応援団の美濃先輩に連絡取って、今すぐ小表の団員20人ほど集めてきて。喧嘩になるかもしれないからそれなりの装備込みでって。美濃って応援団の団長のか？しかも20人って、お前一体何する気だ？決まってるでしょ、殴り込みよ。まずは法律面での制裁からなんて考えが甘かった。
学生騙して私腹を肥やすような悪党には物理的な制裁で十分よ。そもそもスケールが小さいっての。何よ本物の光って。こんなしけた街で羽毛布団とか売ってんな。待て、落ち着け。さっきまでの平和的なプランはどこに行った。悪党を暴力で押さえつけていいのは警察だけだ。いいから戻りやがれ。ちょ、何よ。その警察が使えないから私たちが出張るんじゃない。文句あるなら弾薬出せ。文句はね、まず落ち着けって話だ。そもそも代案なんざ立てるまでもね。お前さん、さっきはどんな手を考えてたか口にしてみろ。まずは法律面での制裁をとか言ってただろ。そんなのあんただって分かってるでしょ。あの会社の調査と並行して詐欺の被害に遭った人たちを探して、私たちが間に入って連盟を作る。ご老人ばかりを標的にしてるのは、おじいさんたちは世間の事情に疎いと見くびってるからだろうし。なんでおじいさんたちだけじゃわからない問題を私たちでフォローしてあげれば、被害者の会ぐらいは作れるわ。よし、その調子だ。確かに一人一人で掛け合っても連中にとっちゃ痛くも痒くもね。横のつながりを作るのは大事だからな。それで契約をなかったことにして取られた金を取り戻すか。それは無理でしょうね。契約書は絶対よ。頭くるけど書かれたことは覆らない。今からできるのはこれ以上の被害を抑えることだけ。ローンの解約、入会の破棄、それと可能な限り金銭を回収する。羽毛布団ならクーリングオフが適用されるはず。全ての返品は無理でもやるに越したことはないわ。上出来だ。それで行こうぜ青崎。何もお前さんが悪役になる必要はねえ。せっかくの法治国家だ。平和的に解決しよう。それはそうだけど、こんなの部外者だから言えることよ。詐欺に遭った人たちからすれば、取られたものは取られたままなんだし。それを気に病むのはそれこそお前の仕事じゃねえ。まずはクマリンに連絡しよう。あいつ商店街の娘だからな。被害者の調査に向いているだろう。小鹿に？あんまり荒ごとに巻き込みたくないけど仕方ないか。 OK、 私の方から連絡する。飛び丸は美濃先輩への電話お願い。あ、こっちの話なら応援団必要ねえだろ。必要だってば。脅し要員だけじゃなく、おじいさん間の連携に走ってもらわなくちゃ。先輩たちいかつい顔して優しいでしょ。クーリングオフは書面に起こすことが大前提。書類に弱いおじいさんたちの代わりに先輩たちに代筆してもらうのよ。なるほど、そりゃいい。数の暴力だな。連中も20人からの返品は夢にも思ってねえだろうさ。なあ、クーリングオフってなんだよ。俺聞いたことねえんだけど。買った商品を返品して購入時の金額を返してもらうことよ。日本じゃ10年ぐらい前から正式に採用されてるけど、木の実くん聞いたことない？いや全く。ただの返品と違うの？同じだけど、こっちは国が後ろ盾になってくれるわ。本物の光が法を盾にするなら、こっちも法で突き破るだけよ。おじいさんたちには馴染みのない話だろうから、そこは私たちが代わりにやるってわけ。
そうと決まれば迅速にね。二人とも連絡係よろしく。サクッと今日中に決着をつけましょう。何何？安価なものを不当な金額で売りつけた場合、暴利行為として公序良俗違反で契約が無効となる場合がある。ただし公序良俗を根拠とするって。何よこれ、ほとんど売る側の勝ちじゃない。疑わしきは罰せずが法廷の基本だし、水かけ論じゃこっちが不利だ。騙し取られた金額分だけ美味しい話で騙し取るって話か。お待たせ。とりあえず追加候補10人分の住所と布団の現物持ってきたわよ。サンキュー。さすがくまり、本気出せば仕事の早いこと早いこと。被害者の会はできたのね。仕切りは青山くんにやらせて。一応相手への牽制として名刺も作ってくれると助かる。事務局はほら、文化祭の時に作った偽団体あるじゃない。あそこの電話番号にしておいて。電話番は山城先生に頼み込むわ。にしてもよくここまで調べたもんだわ。否定の20人なんてあっという間だったわね。あんたの言う条件が分かりやすかったから。60過ぎのご老人で一人暮らしで町内会に入っていない人を探せばよかったんだし。やってることは本物の光の販売員と一緒。でもこんなんでなんとかなる話じゃないと思うけど。結局のところ抗議するのが関の山じゃ。青崎、ちょっと何薄気味悪い顔で笑ってるのよ。いやー、面白いもん見つけちゃって。成果の乏しい戦いになると思ってたけど風向きが変わったわ。ほら見て、クマ、この羽毛布団のマーク。ん？あれ？ JLS？ そう、こうなると契約書が逆に武器になる。百戦錬磨かと思ったけど、実際はウサギしか相手にしない素人ってこと。ええ、うまく話を持っていけば全額返済も夢じゃないわ。勝利の勝ち時はさぞ気持ちのいいものになるでしょうね。
青崎、築地に連絡入れるんじゃないの？作戦が変わったって。それは後。今大事なのは交渉役を誰にするかよ。私や飛び丸じゃさすがに貫禄不足だしね。こっちが有利になったとしてもまだ状況は五分だし、会話次第じゃひっくり返されるだろうから、被害者の会の代表は、それはもう少年のひん曲がった悪魔でないと。それあんたのことだと思うんだけど、違うの？いえいえ、こういうのは社会的立場のある大人じゃないと務まりません。安心してくまり、ぴったりのやつを知ってるから。ま、詐欺師には詐欺師ってね。この街には人を言いまかすのだけが仕事のやつって言っちゃったりするのよ。今日もやることなくて暇してるだろうし、たまには働いてもらわないと。彼女にかかっちゃサラ金だろうが教祖だろうが、1時間で精神崩壊、裸足で山に逃げ込むわ。もしもし、まさかとは思いますが、今の話は私のことでしょうか、青子さん。常々思っていましたが、あなたには年長者への敬意が足りていないようですね、青子さん。はい。はーい、ゆいかさん、わざわざ来てもらって助かるわ。事情は電話で説明したけど、もう少し詳しく説明する？結構です。本物の光のことは先ほど律香から報告を受けましたから、あなたに享受していただく事柄は一つもありません。あれま、ご機嫌なのね。よかった、そのテンションのまんま勝ち込みお願いね。一般人の一人や二人、ゆいかさんが本性を出せば睨むだけでそっとさせられるでしょ。そうなの？このお姉さん、愛田教会のシスターさんだよね。俺密かに憧れてたんですけど。あ、いや、そんな場合じゃねえ。どうも、木の実宝介っす。青崎さんとはあんまり仲良くありません。これはご丁寧に。愛田教会で総職を務める須瀬ゆいかです。はじめまして、宝介さん。いやー、すんげー、本当にシスターだよ。シスター、会長とんでもない隠し玉連れてきたな。あれ、でもゆいかさんに何してもらうの？いや、俺はいてくれるだけで嬉しいけど。まあ、だいたい想像できるが、はじめまして、シスターゆいか。三崎高校生徒会副会長、築地飛び丸です。てっきり証拠にものを言わせて、訴えられたくなければ示談で済ませろ、全額返して出て行けって話かと思ったが、恐ろしい女だぜ。追い出すだけじゃなく、スカンピンにして放り出そうって腹が。は？なんでそうなるの？何？美人なだけじゃなく、シスターさんってそんな権利持ってるの？シスターさんが、じゃなくてユイカさんの人間力と言うべきね。はい、これ被害者の会からの連名書。一応うちの応援団の先輩たちも待機してるけど、何人か連れていく？そうですね、逆上して手を挙げられては後片付けが面倒ですので、抑止力として5人ほど。あとは青子さんが同行してくれるのでしたら、私としては不満はありません。え？どういうこと？もしかしてシスターさんが話つけに行くの？会長のがよくね？いいのいいの、ゆいかさんはこう見えて荒事の専門家なんだからね。えゆいかさん、
あなたほどではありませんが。いいでしょう。今回は利益が一致します。あの事務所の方々が違法を働いているのは事実ですから、罪には罰を、善良な人々を、特に私たちの同胞を苦しめた手合いには相応の痛みが必要です。さすが泣く子も黙る鬼のシスター。期待してるわ。昔から商売敵を潰すのは得意だものね、あなたたち。言われるまでもありません。一つの土地に二つの教えがあっては迷惑です。わかんねえ。青崎、あの美人さんに何やらせる気なんだよ。そりゃお前、口にはできない残虐行為だろ。相手の弱みを握ったらとことん叩きのめすのが青崎だからな。違法販売をネタにして契約解除をさせた後に告訴するって流れ、訴えるのはシスターの役目だな。立場上、学生である青崎よりシスターの方がお題目が立つ。何よりあの教会、たまに嫌な噂を聞くしな。連中、貯めた財産根こそぎ取られるだけで済めばいいが。え、殿下も事務所に行くの？怖くない？行かねえよ、おっかねえ。俺のはちょっとした野暮用だ。てめえも補習に戻れよ。今日の礼はまた改めてくれてやるから。バッカ、補習なんてもう終わってるじゃんか。気がつけばもうすぐ夕方だぜ。夕方楽しかったからいいけどな。違いない、あっという間の半日だった。はあ、ちょっと、3時間ぐらい前、ここに人畜無害そうなの来なかった？ビルから出てきてないから、まだ中にいると思うんだけど。でもまあ。なるほど、大したショートカットだ。地図なんて当てになんねえな。
明日もまた来ておくれね。あれ、副会長？ああ、奇遇だな、色男。あの辺りに親戚でもいんのか？いや、いない。人捨てに紹介されて、おばあさんの話し相手をしていただけだ。そんな気軽に話していいのか？守秘義務とかありそうだが。いや、秘密にしなくちゃいけない話でもないんだ。ただ、話しちゃいけない気がしただけで、飛び丸には出てくるところを見られたし、正直誰かに言いたい気持ちはあった。弱音みたいなものだから、副会長が聞いてくれるならちょうどいい。はじめはただのお手伝いだったんだけどね。珍しく浮かない顔だが、あれか、出て行った息子さんとやらに文句があるのか？介護が必要なおふくろさんを放って好き勝手に暮らしていることに。どうだろう、確かにおかしな話だとは思うけど、俺はその息子さんを責める気にはなれない。だってそれは、お手伝いの料金は初めに全部もらってたんだ。今月だけという話なのに10万円は高すぎると思う。ああ、それは素直に嬉しいんだけど、問題は、あ、それだけで大金もらってたのか？うん、お孫さんの代わりをしてほしいと言われた。あなたは信じられるから、これで孫のように振る舞ってくれって。なんだそれ、少しも信じてねえよそれ。金で動く孫がいるか、そりゃヘルパーと変わらねえ。いや、おばあさんはヘルパーさんにはお金は払わないと言った。信頼できないから。あのおばあさんが信じられるのはお金だけなんだ。それって結局金で雇った他人じゃねえか。孫の代わりとは言えねえな。それはおばあさんが誰よりも分かってるよ。でも偽物だと分かっていても、それぐらいしか信じられるものはなかったんだ。おばあさんにとって
家に寄りつかなくなったお孫さんは今一番欲しいものだから、その代償として彼女が一番信用できるものを真心として渡してくれたんだ。また厄介な事情に首突っ込んだもんだ。ま、あんまり深く思い詰めるな。いい話じゃねえか。命より金が大事だったばあさんが今になって思い出の方に転んだわけだ。まっとうな話だよ。そうかな。そうだといいけど。なんだよ、煮え切らねえな。どうせお前さんのことだ。もらった金は一銭も使ってねえんだろ。んなことしてりゃいずれ年金も底をつく。そうなった時に丸々返すつもりだから青崎にも黙ってたんじゃないのか。ん、なんで飛び丸がそんなこと知ってるんだ。まあ、いや、なんとなくそんな気がした。そっか。でもこの話の一番難しいところはね、飛び丸、その人にはお孫さんはいなかったんだ。は？時々油断すると思うんだ。この街についてみんな幸福そうに見えるのに、裏を覗くとそうでもないのはなんでだろうって。なんか街全体に騙されてるみたいだ。ふん。宗十郎、お前この町は好きか。まだわからない。そういう飛び丸は、まあ似たようなもんだ。好き嫌いも半々で、たまに何もかもどうでもよくなる時はある。だがまあお前さんとは真逆だな。俺はこの町のおかげでてめえの悩みなんざ無視できる。ここに比べりゃマシだってな。空虚であろうとこの忙しさ、節操のなさは捨てたもんじゃねえってな。ここに比べたらマシ？ああ、違うな。マシというよりはありって感じか。バイトしてればたまに思うだろ。街ってのは隙間を作らないように回ってるんだ。欠席にしろ空席にしろ、空きができたらすぐに埋められるようにできている。当たり前のようで、こいつはよくできた共同体なんだよ。昨日までは誰でもなかった他人が明日には必要な隣人になってるかもしれない。昨日まではなかった街角に新しい建物ができていることもある。まるで毎日が切った縫ったの大手術だ。それでもうまく回ってることに真剣に感心する。本当に何かの弾みで思うんだよ。俺はてめえだけで生きてるんじゃなくて、どうでもいい誰かのどうでもいい頑張りのおかげでこうして管負けてるんだってな。持ちつ持たれつだ。そういう巡り合わせを成立させているだけでも
どんなバランスなんだって呆れるわけだ。そうか、敬意を払ってるんだな、飛び丸は。まあ、照れくさいが、そういうこと。つうか、お前さんは贅沢すぎる。初めから好きなところに住めるやつなんていねえだろ。生まれる場所は選べねえしな。単純な話、自分が住むって決めたところを好きになるしかねえってことだ。のっ、でも飛び丸、そこに住むって決めても好きになれなかったらどうするんだ。どうしても好きになれないやつは違う土地に行けばいい。嫌なら逃げてもいいんだよ。放浪するのも人生だぜ。飛び丸から逃げるなんて言葉が出るとは思わなかった。逃げる先があるなら逃げてもいいだろって話。そりゃ勝ちとか成功とかそういう言葉に固執するのも悪くはねえさ。富と名声はいいもんだしな。だが俺にはどうも勝ち続けるっていうのは固まるってことに見える。息苦しくてしょうがない。青崎みたいにがんじがらめになっても突き進むパワーもねえしな。心情は軽い方がいいだろうよ。ん？人生は軽い方がいいのか？いや、軽いとか手堅いとかそういうんじゃなくて、俺はもっとこうロマンあふれるっつうか。そうだな、俺はきっと笑える人生が送りたいんだ。漫才師か。はあ、いや、そんなもんか。実際ったく青崎の影響かね。考えなしのバクとかっていうの、あいつボニー&クライドとか大好きなんだろうな。ともかくだ、他人の事情にいちいち落ち込んでるようじゃ日が暮れるぜ。いや、実際もう暮れかけてるけどな。とんだ道草だ。そうか、引き止めてすまなかった。飛び丸は他に用事が？俺もおとなしく家に帰るとするか。そっちも日が落ちる前に帰れよ。何をしていたか聞かれたら隠さず事情は説明しとけ。その話お前が思ってるほどひでえ話じゃねえから。お前、残酷なことをしたと思ってんだろ。ばあさんの人生に今からじゃ取り戻せないものを見せつけた、どうかな。お、
そりゃ違う。思い上がりだぜ、宗十郎。いいか、そのばあさんも自分は人生に失敗したなんて思ってんなら、今の自分にできることをさせればいい。幸い金は腐るほどあるんだろう。なら思いっきり人助けをさせてみろ。金で救える不幸なんざ山ほどあるだろう。で、ばあさんがどんなもんだと胸を張れたんなら、それは間違いなくいい仕事だ。少なくとも俺は気持ちがいい。それはおばあさんの苦しみを解決していない。解決できねえ問題は放っておけ。そのばあさんには今他に解決できる問題があるんだから、それでいいじゃねえか。で、悪いけどお金はこれから世のため、人のため、自分のために使うから返しておくれ。となったらば、ばあさんの勝ち。偽物の孫なんざよりよっぽどいい生きがいに目覚めたわけだな。しかし、これで満足したから残りはやっぱりもらっておくれと言えばお前さんの勝ち。ばあさんにとってはやっぱり孫の方がいいってことで、そん時は大手を振って大金持って帰りやがれ。なるほど。すまない、ありがとう飛び丸。気にするな、礼を言うならお互い様だ。じゃあな、宗十郎、休み明けにまた学校で。ただいま。今夜はまた一段と冷えるね。あれ、もしかしてこっちの帰りを待っていたのか。尾崎、俺の気のせいならいいんだけど、なんだか昨夜以上にどうかしてないか。どうかしてるの、青子。してるのは宗十郎の方だっていうの。しずき君がどうかしたの。彼今夜は比較的まともだけど。はあ、もう分かったわよ。そっちから切り出すまで黙っていようと思ったけど、私の方から聞いてあげる。宗十郎、あんた本物の光って名前に聞き覚えはない？いや、全く初めて聞いた。でしょうね。名簿にあんたの名前はなかったもの。なんだってあんな勘違いしちゃったんだろう。骨折り損とまではいかないけど、また良くない評判立てちゃった。見てたっす、自分見てたっす。ご近所じゃもう尾ひれつきまくりっす。青崎さんとこの娘さんがまた指一本で店潰したとか、マジパニー。
指先一つでダウンとか、どこまで都市伝説作る気っすか。今日はお金持ってないわね。例のアルバイトはもう終わったの？いや、まだ続いているよ。あのお金は預かり物だから、朝のうちに口座を作って預けておいた。預かり物？そう、預かり物。きっと全額返すことになる。やっぱりね、安心したっていうか、がっかりしたっていうか。そうよね、どう頑張っても悪事を働ける人間じゃないわよね、あなた。待って、ということはそれはしずきくんのお金ではないの？ああ、人様のお金だよ。アリス？なんかとんでもない顔してるけど、どうかした？それが、どうかはしてないけど、出前はしたわ。はい？注文を？だってそろそろご馳走のタイミングかと思って。え、俺なんで？そりゃあんたがいらない期待を持たせたからでしょう。アリス、あんなに喜んでたじゃない、明日はご馳走ねって。ええ、あの夜しずきくんは同意してくれたわ。いや、それは。そうね、アリスのミスなのは確かだけど、悪いのはあんたもよ。大金を持ち歩くってのはそれだけで危険なんだから、いい教訓になったんじゃない？観念して二人で感情折半しなさいよ。いや、それはできない。あのお金は預けてきたし、そもそも500円しか持ち合わせがない。そう、合わせても足りないわね。試したことはないけど、出前にキャンセルは効くのかしら。ま、そうなるか。いいわよ、私が出してあげる。今日は臨時収入があったから、パーッと派手に使いましょう。つまり青崎のおごり？そんな、信じられない。いいの、青子。呼んじゃったものは今さら止められないでしょ。さっき電話したんなら、今頃はもう坂を登ってきてるだろうし。まあそもそもこのお金も総十郎が発端だしね。人助けをしたら被害者の会からお礼をもらっちゃったのよ。だから気にしないで。なんか居心地悪かったし、常在と思って商店街に還元する。本音言うとちょっともったいないけどね。悪戦身につかずって言うけど、ほんとその通り。臨時収入は泡と消えたか。
まったく嫌な山だったぜ。まあそれはそれとして、青子さんの空回りっぷりを忘れないよう、これをカーモネーギー事件として記録しとくっすね。まあそれなら。